鶴ヶ島は晴れ。イエーイ、どうもー。すごいいい天気。すごいいい天気です、今日は。今日もですね、鶴ヶ島市で手番になったお店とか、はい、コロナになってから、いろいろみんなあると思うんで、うん、なんかこう元気に行ってたらね、俺たちが言うのもあれだけど、はい、そう、はい、わーっとしに行こうかっていう。それでお店を紹介させてもらおうっていうコーナーです。はい、まあ、もうこの、まあ、ロケですか。もう何回もやってますから。もう慣れたもんですよ。慣れたもんです、はい、ね。ね、まあ、今日もぐるぐる回るんですけど、はいはい、今日1軒目です。はい、本日は、こちら。ドドン、フォルクスワーゲンショップ。違う。欲しいけど、ね、俺憧れよ。憧れだよね。憧れよ。来ないかな。高校生の時、ね、あれだもんね。乗れないのに雑誌買ってたもん、ね。そうだよね。免許ないのにずっとフォルクスワーゲンのこのバスとかワーゲンビートルの中古雑誌を毎月購読してたんですよ。購読してたんですよ。そんくらい大好きなの。はい、いいよね。欲しいなこれ。これ機材車とかにできたらいいなと思って。ああいいよ。さしてくれないか。ただまあ鶴の機材は絶対詰めません。サイズ的に。これに合う機材が。物量としては。そうね。はい。じゃあじゃない。ワーゲン屋さんじゃなくて、はい、このワーゲンが目印のこちら。朝どれ野菜。違うんですね、全部違うの。全部違う、ウォーターシップカフェです。おしゃれやね。おしゃれやね、うん、これ僕らが学生の頃はないよ、ね、なかったと思うんだね。でもね、うん、まあまあ前からあるよ。なんかワーゲンバスでお店先始めたよね。ワーゲンはこの辺に転がってんのは見た。そう、まあ、移動販売車その辺のみたいな感じでやってたんだよ。その辺もちょっとじゃあ紐解いていきます。なるほどなるほど、はい、というわけでじゃあ店内突入したいと思います。よいしょ。どっからか。いいなぁ、これ。わ、外でもいただけるのね、これ。素敵やで。素敵だね、これは。鶴ヶ島にこんな…本当だよね。こういう場所で。はい。じゃあ、入りたいと思います。はい。こんにちは。お邪魔します。どうも。ギターが置いてある。ギターが置いてある。あ、素敵。すごい。素敵。あ、出た。出たね。あるな。どこかの巨匠の絵が飾ってありますよ、俺。本当だな。もうここのために描いたようなもんね。確かにね。本当だわ。結構いろんなお店さんがね、絵を飾ってくれてるんですけど、はい、みんな見事にその。お店にあった。そうなのね、うん。書いてる時はそこを想定してないんだけどね。そうなんですよ。想像してくれてこれ買わなきゃいけないのか。そうしていきましょうか、じゃあ。今後そういう形でやっていけばいいんじゃない。そうそうそう。すごい。よろしくお願いします。鶴です。では、改めてウォーターシップカフェ小舟さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのお店って、はい、何年ぐらいですか。ここの店舗になってからは6年で、あ、この間16周年があって10周年の時に建てたので7年目に突入しました。そういうことで、その、はい、移動というか、あの車販売の時からはもう10、その16年、そうですね、16年経って、我々とほぼ同期だ。すると我々17年そうか、組んだ頃にじゃあ、はい、2004年からやってると。そうですね、そのぐらいだった。そのぐらい。そうだ ね。僕ら2003年からなんで、バンドは。そうなんです、だから僕らが中学校の時とかに、ここ通学してた時は多分なくて、二十歳超えたぐらいに、あれ、なんかワーゲンバスがあるな、みたいな感じだったと思うんですよね。はい、確か。止まってんなってぐらい。うん、いいなって。俺、ここね、アッツイとか神田くんちは向こうでしょ。うん。鶴のことで、集合するときとかもよくここ通ってたんで、はい、ワーゲンバスをこう横目に見ながら何やってんのかな。すごい可愛いバスだ。移動販売だったんですね。そうなんです。なるほどね。ちなみにここのご近所にあるお家が、あの2人が中学校時代に好きだった子が住んでるっていう。そうなの。じゃあここはまさに戦火ですね。そうなの。ここ焼け野原、焼け野原になる。バチバチでしたもんね。バンバン燃えてた。本当にその中心部にあるのがウォーターシップカフェ。そうだから消火、そうそう、火を消す場所として、ウォーターでね。そうそう、ウォーターで。でですね、はい、でです、はい、まあ、今回この動画は鶴の公式の YouTube の方で、はい、こう鶴ヶ島の世話になってるお店とか、はい、まあ、これからもよろしくみたいな感じでこう挨拶回りをさせてもらって、はい、お店を紹介するという動画なんですけども、ありがとうございます。実際そのこういう今の
コロナの時代が来なければ多分こういうことも行ってはいないわけですけど、はい、そのコロナ前とコロナ後の、はい、なんかこうまずお客さんのあれって店的には影響を受けたりするんですか。もともと移動販売とか外でできる形じゃないですか。はい、そうですね。あとまずイベントとかで移動販売が年間に50件ぐらいあったんですけど、全部キャンセルですね。イベントがなくなる、はい、年内はもう全部なしになってるので、イベントが一つもなくなった、でここは週に2日だったんでほとんど影響なく、コロナ関係なく、コロナの前もそんなにお客さん来る言い方が安定してるんです、ね、安定してます。なるほど、なるほど、はい、なるほどね。イベント、皆さんやっぱりイベントがなくなるっていうのが飲食系は意外とこう打撃を受けてるってことですよね。ただ平日はスイミングスクールとかの前で定期的にやらせていただいてたので、そっちに行くとお客様はいてできたんですけど、でも最初に2ヶ月まるまるそこの施設も閉鎖されちゃってたので。仕事がなくて、大会する人も300人ぐらいいて、で大丈夫かなと思って行ったら、まあ、もう前みたいに復活してきてくれたんで、なんとかこう月のバランスが取れて、良かったです、それは。すごいね。だってね、まあ、今はでもワーゲンではやってないんでしたっけ。そうなんですよ。ね、そうですよね。前はやってたんですもんね。はい、あれで言ったらやっぱりキャッチーですよね。そうだよね。ってなりますよね、はい、あれはもう稼働させないんですか。あれはナンバーを一時抹消してるだけなんで、はい、いつでも動かせるんですけど。あ、なるほど、取れば、はい、そうなんです。じゃあスタッフがいなくて、できない。じゃあいつでも僕が車を引き取ることができる。もちろん。もちろん。そこでも言ってたんですけど、す僕高校時代に、はい、免許ない時からずっとフォルクスワーゲンの雑誌を定期購読してるぐらい好きだったので、はい、もうここ通るたびに、欲しいな。ぜひ機会があったら運転させてください。はい、いや、夢だね。ね、というわけでね、次回ツルベスが開催される時は、ワーゲンが取り付けられるかもしれない、会場に。ね、うん、俺も取り付けてるかもしれない。なんだかんだ持ってるかもしれない。乗り回してナンバー取るんです。なので、まあ、お互い言っちゃなんですけども、本当に、頑張りましょう。はい、僕らもよろしくお願いします。ちなみになんか、テイクアウトをそのコロナをきっかけに始めましたとか、そういうのはもうやってないですね。もともとテイクアウトが8割ぐらいの配信で、あまり変わらずですか。そうですね、変わらず。あとでも、あれが、遠くの方から注文が多くなってきて、郵送したりとかっていうことが。あ、郵送もあるんですか。特に歌ってないんですけど、送ってって言われたら送るよって感じで、ゆるくやってて。なるほど、なるほど。じゃあちょっと遠くの方も食べれるってこと。そういうことですね。あ、そういうこと。ドリンク送ってくださいっていうのがあります。ドリンクパックとかにして。あ、パックですか。あ、そうか。液体は。いやいや、氷を入れた状態でも。わお。氷が溶けるまでにとか。そうですね。あれはやってないんでしたっけ、スタンプラリーと、ね、そうなんですよ。そうですよね、ここは入ってないんですよね、なんかそれもおいおい絡めていきたいですね。はい、というわけで本日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ウォーターシップカフェ、小村さんでした。いや、最後におすすめメニューを一つ。あ、そうだ、おすすめメニューはこっちに恋いちごって言って、はい、いちご 100% 凍らせて削ったかき氷が。わあ、こっちに小いちご。名前がいいですね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひチェック。はい、本日はウォーターシップカフェ来ています。話にねちょっと上がったつるちゃんっていう食べ物が。あって給食で出たって聞いたんですけども。記憶にございません。もうね、30年経ってるんですよ、給食から。そうだよね、はい、こんなシャレたもあったかしら。こんなシャレたもあったかしら、ね、これを食べてみよう。いただきます。いただきます。なんかお茶を使ってる、さやま茶。そうだ、ね、お茶のね産地でもあるから。俺最初つるちゃんって聞いたらなんかこう頭にこう赤いさソースが乗ってるプリン系かなと思ったんですけど。はいはいはい、はい。なんか記憶にあるあれ、うん、下の方にこの豆が入ってるケーキ、この豆が入ってるんだね、ここにね。
なんか記憶にある気がするな。これだいぶ美味しいですね。だいぶ美味しいですね。だいぶ美味しいですね、これ。良かったです。こんな美味しいの給食に出たっけ。ねえ、絶対好きだよね、そしたらね。多分俺らの時代なかったかな。なんでしょう、こういうタイプのケーキに、ケーキっていうかスポンジみたいなやつに、この下にこう、あんこみたいなの入ってるの、甘納豆。甘納豆なんだ。あ、待ってよ、甘納豆が入ったパンみたいなのあったよね。あったよね。始末書は来てなかったんじゃない。うん、でも中学校もあるんだよね。あれ蒸しパンみたいな感じですか。だってカップケーキに近いですね。カップケーキか。うん、上サクサクなんですね。はい、今焼きたてなんで。あら、時間経つとすごくしっとり重たい感じになる。そうか、そもそもあるのかな。甘納豆が入ってるんですって。おいしい。あんこと間違えましたけど。で間違えるわ、これは。なんかね、俺お豆つってたからね。お豆、まあ間違ってない。間違ってない。すげえ美味しいね。鶴です。さあ、はい、今度は若葉駅に来ました。はい、若葉駅ね。若葉駅です。はい、東上線でいうとだから池袋から来て、はい、鶴ヶ島、若葉、坂戸、はい、でそこから乗り換えて一本松、はい、私が住んでます。この辺のね、4駅ぐらいが鶴ヶ島市民みんな使うところですね。この真ん中は若葉駅です。僕ちなみに高校最寄り駅ここだったの。ああ、最寄りですね。あの筑波大阪とか、ね、はい、で若葉ウォークっていうのができて、ショッピングも急になんか若葉のね、このレベルが上がったよ、ね、そうだね。そう、イメージがアップして、はい、で若葉はもう本当に坂戸市との境目ぐらいにあるんで、それもちょっとそっちの方行ったらもう隣の市なんですけど、ね、はいはいはい、今回はこの若葉の駅前にお店があるので、はい、来ました。なるほど、はい、紹介したいと思います。はい、居酒屋一木。いいね。初めて来ました。お、初めてだよ。初めてだね。うん、初めてだね。なんかいろいろテイクアウト的なあれなのかな。そう、なんか普段居酒屋営業らしいんだけど、うん、今はテイクアウトもやってるみたいなことを伺ってるので、うん、なるほど。まあお初だけど突撃してみましょう。はい、お邪魔してみましょう。行ってきます。やってます。どうもこんにちは。お邪魔します。お邪魔します。のれんをくぐりたいよね。どうもー。お邪魔します。お邪魔します。素敵。素敵だよ。ありがとうございます。カメラいい。どうも、あの、初めまして。つるです。つるです。すみません、この度はもう突然訪問なんですけど。ありがとうございます。兄弟でやってます。鶴です。はい、ということで、はい、改めて紹介します。はい、居酒屋一木の、堀内ブラザーズです。よろしくお願いします。富士見中なんですね。そうなんですよ。出身が富士見中。僕は堺市富士見中で、二人が、僕らの鶴ヶ島の方が西中、うん、3人も西中なんですけど、そうそうそう。世代ってどれぐらいですか。78年、多分 4つぐらい僕の方が上なんですけど、ちょうど僕らの 兄がいた姉がいるが4つ上なんで。あ、そうですか。ちょうど兄弟ぐらいの同級生ぐらいだった。世代としても近い、同じ時代を生きてる感じですね。同じ給食を食べてたぐらい。そうですね。僕は広式が大好きだったんです。広式出ましたね。何広式って。広式もそうそう、広式やったらうまかったんだよね。そうなんです。ちなみに、あの、一木というお店の名前は、これ、別に名前、うん、お名前とは別のところじゃないですか。うちの、まあ、最初、僕と父親で始めたんですけど、ね、その時に、うちの父親、まあ、鹿児島出身で、うん、鹿児島の地名と、あと、もともと本家の名前が一木っていう名字だったんですけど、それでちょうど2004年かな、オープンしたのが。で、その時に、あの市町村合併とかで一木っていう名前のルーツがなくなるからっていうことで、どっか残したいっていう時にちょうどお店建てるってことで、それでこう本当は漢字でこう市町村の市にこう未来の、はい、未来の来るっていう一木なんですけど、はい、まあ、ちょっとじゃ分かるぐらいのでひらがなで、はい、なるほど。鹿児島にあったんですね、ルーツが。そうなんですよ。じゃあ鹿児島も昔からよく行かれるとかする。全然ないんですよ。そうなんですね。僕はあのね、中3の時にあのちょっと鹿児島が水害になった時に、うん、ちょっとこう手伝いに
その時僕と兄は3個離れてて、でちょうど僕高校受験で豊か大学受験で、なんか豊かわかんないけど受験があるから豊かはダメだ。もちろん受験はある。そう。あるのにダメだ。あるのにダメだ。あるのにダメだ。それが初めて行ったぐらいですかね。まあ、遠いのでね、なかなか。まあ、なかなかですよね。最近はちょこちょこ帰ってます。ちなみに僕ら本当に今日ここ来るのは初めてなんですけども、はい、ここお店自体は何年ぐらい？まあ、17年目に。おあ一緒一緒だって。2003年ですか？2003年、2004年か。あほぼ、でもほぼ、僕ら2003年なんで。結成なんですか。あ、ほぼ同じぐらい、毎年ぐらいなんで。そうだね。先輩室もしかしたらそのパターンあるかもしれない。もしかしたら俺たち。ほらほらほら。年は先輩ですけど。でもじゃあこの辺の若葉の感じとかもずっと見てきたわけですよね。そうですね。ちょっと若葉ウォークとかもなかったですもんね。そうですね。若葉ウォークが、ね、うちのちょっと後ぐらいで。あと逆側とかもね。逆側は綺麗になりましたね。何もなかったもん。何もなかった。駐車場とパチンコ屋しかなかったね。そうですね。失礼しました。駐車場とパチンコ屋しかなかった。僕そこの筑波大阪の高校に通ってた。あ、そうですか。そうなんですよ。よく先生いらっしゃいます。あ、そうです。未だに僕の知ってる先生何人かいるらしいんで。あ、そうですか。そう、だからここはよく来てたんですよね。あ、そうなんですか。初めてです。ちなみに、まあ、今回のちょっと本題っぽいんですけども、そのまあお店紹介でそのコロナ前とコロナ後でまあいろいろ状況が変わって僕らバンド側もその結構動きに制限がかかっちゃってるんですけども、まあ、そんな中、まあ、お店にワイワイしに行こうよっていう企画でやってるんですけど、こうなんかやっぱ大きく変わったことみたいな。だいぶ変わりましたね、感じるものとしては。本当に、まあ、売り上げの、ね、あれでいうと半分ぐらいになったので、まあ、もちろん、まあ、こういういろんな対策しながらやってるんですけど、だから、志村けんさんが亡くなったあたりから、結構お客さんも全部いなくなって、それでそう、緊急事態宣言出るってなったとき、まあ、うちもだからその、一旦はその店内営業やめて、全部弁当、はい、まあ、今もずっと続けてるんですけど、そう、弁当だけで、その日もだから緊急事態宣言に出る出ないとなった日も、一応出た時に、まあ今日はちょっとお弁当で対応しようということで、その日見たお客さんには全員こう、事情説明して、お弁当を配って、ちょっと明日からちょっとどうするかまだ決まってないんですけど、2、3日ぐらい休んでたんですか。でもテイクアウトは前からやってたんですか。いや、それで始めたんだ。うちからお弁当の盛り付けどうしよう。そうそうそう。すごい。嫁さんに社メールかなんかして。あ、そうそうそう。これは彩りがある。ちょっと珍しくなったり。なるほど。やったことある。奥様のセンスを。そう。弁当の開発ってこういう風にするんだみたいな。そうだよね。だからそれが今も続いてるっていうのは、まあ一個生まれたことでもありますね。そうですね。だからいろんな。逆に言うとね、今までこう来てもらうしかなかったとか、まあ、こっちからもいろいろ行けるの、まあ、あとうちの場合は最悪上が住居なので、99世帯あるんですよ、で、その方たちも多分困ってたろうから、その方たち向けに一応こう、もう上には出前しますっていうのが決まっちゃって、で、こう、結構だから面白かったら、生ビールのおかわり来たりとか。すごいじゃん。それすごい。ゴーマルXの誰です。すごい。入れてこもってる。そうそうそう。自宅にいながら居酒屋メニューが。そうです。今ここに住みたい。これはすごい。ここに住みたい。ここの物件のいい文句になる。めちゃくちゃいいじゃん。一気のビール飲めるぞ。生ビール飲みたいってなったら。めちゃくちゃいいですね。こっちからしたらその全部がもうその個室居酒屋。そうですそうですね。すごい。これはいいね。ね。あ、初めて聞いたこのパターン。場所柄ならではですね。そうですね。その手があった。その手があった。そんなこともいろいろやりながら。でももう最近はもうちょこちょこお客さん。そうですね。だいぶ少しずつ戻りつつ。そうですね。だいぶ戻ってきましたね。僕ら去年まあ野外フェスを開催しまして、おかげさまでいろんな人の協力のおかげで大成功だったんですけど、その第2弾をね。
やりたいなと思ってまして、その時にはぜひ、何らかの形で、出店じゃない？お弁当をまさに、コースターの彩りを考えたら、そうですね、S 仕様の、妻の彩り弁当。最悪が妻。ちなみに、ここのこうおすすめメニューとか、あります？看板メニュー。看板メニューは看板メニューはね、その鹿児島の郷土料理で、豚骨っていう、豚バラ軟骨っていうのを焼いたやつがあるんですけど、それが、それはもう普通に飲みに行きたいね。いや確かに。なんか日本酒もいろいろあるっていう話を。そうですね。日本酒が結構。本当は鹿児島なので、最初豚と焼酎みたいな感じでしたんですけど、だんだんなんかこうお客さんにこう、魚出せとか、日本酒だろうみたいな。なるほど。お客さんの要望でいろいろ変わっていく。そうだね。それでうちの父親も、もともとは最初焼酎しか飲まなかったんですけど、最近ワインしか飲まないけど。一緒ですよね。ワインしか飲まないですか。じゃあそのうちワインも出るんですか。ワイン飲めるんですか。ワインも飲めるんですか。いや、普通に来たいよ。ね、普通に飲みに来たいと思いますね。だから倉本さんとかも全国結構。いろんな、まあ、アラマサとかとか、だいたい、なんかね、塩が結構行かせていただいてるので、倉本さんとも、酒屋さんが結構仲良くて、じゃあ、頼めば結構レアなお酒も手に入る可能性があって、うん、そうですね。これはぜひ、これはいい。これもではお酒好きな人はここ来たわけです。ぜひ、ワインも飲めるかもしれない。かもしれない。まあまあそんな、感じで、まあ、お互い頑張りましょうって言ってもあれなんですけども、いやいや本当にゆくゆくは本当もう僕らまたツーベースで帰ってドカンとやりたいなと思ってますんで、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではそれでは一木の堀内ブラザーズでした。かっこいいな。